東京都とタイはこれまで水道事業に関する職員の派遣や研修などを別の組織を通じて行ってきましたが、今後は両者が直接人材交流することになり、今日覚書が交わされました。人材交流はこれまで JICA 国際協力機構を通じて行われてきました。覚書の締結により、来年度からは都とタイの水道公社が直接職員の派遣や研修生の受け入れなどの人材交流を行うことになります。東京水道の職員の仕事の進め方、姿勢とかいろんな面を肌で感じて帰っていただきたいなというふうに思います。都の職員の派遣はタイに水道技術訓練センターが設立された1986年から始まり、これまでにおよそ20人が派遣されています。またタイからの研修生もおよそ40人に上っています。